ホーベニシロアシイグ口は、イグチも食い口かホーベニシロアシイグ口属のキノコである。食用キノコ。ホーベニシロアシイグ口はその外形、形態から、かつてはタイラープラスに分類されていたが、ヤン、チョン・エル・アイラによる分子系統解析の結果、似顔口属とは別の独自の系統を形成していることが判明し、2014年に親属のスーダー・アウストロブリータスとすることが提唱された。 なお、神戸にしろはシーグ口族には本種の実が含まれるとされる。日本国内では主に関東異性で見られる種類とされるが、福島県や宮城県でも確認されている。国外では中国、東南アジアに分布する。シーやカシなどの部中の樹林に夏から秋にかけて見られる。外生金根菌であるが、発生はやや稀。傘は直径6から20センチメートル。 はじめはまんじゅう型で後に平らに開く。傘表面は灰褐色で、陽菌時はやや洗毛状、成長するにつれて、ほぼ無毛になり、羊は多少粘性を帯びる。観光ははじめは白色で後に淡紅色から灰代々色となる。高校は多角形で観光と同色、傷つくと褐色に変色する。観光と柄の関係は上昇、理性。柄は、 長さ7から15センチメートルで白色。柄表面にはやや目の粗い隆起した網目模様があり、基部付近は老性により黄色のシミを生じる。食用キノコであるが酸味がある。調理する場合はマリネや酢の物など酸味を活かした味付けをするのが良いとされる。用菌の傘性金銅菌の柄基部付近に黄色い。 シミが生じる性金動金の間高校賞がついた場所は合食に変色する。ありがとうございます。